い、ちょっと角度を変えて、私はもうカメラの方を見ることができません。正面見て運転しますんでね、アングル変えての放送になります。相変わらず声が届きにくいと思うんですけども、オープンカーにしてますんでご容赦ください。やっぱりこの開放感はトランザムの魅力の一つであると思うんですよ。ただやっぱり先ほどもお伝えしましたけども、むちゃくちゃ臭いです。エンジンルームからね、温度とそれからガソリンの燃えた匂いがよく伝わってくるんですよ。だからこれが乗ってる感というかね、人間臭さというか。ああ、まさかよしてほしいな。ああ。おい、これダメ。よさないか。ネズミでも追っかけろ。遊んでる暇はないの。猫がね、来たみたいですね。これちょっと通れないんで、待っときましょうか。ああ、またお見えです。そうなんですよね。キットが喋ってくれるのが楽しいでしょ。ミサイル撃ったみたいなね、フックの音ですね。お、走行安定してきた。今日はなんかね、絶好のティーバルーフ日和ですね。空の風を感じるのがとっても気持ちよくって、あ、こういう時にトランザムでよかったなと、アメ車でよかったなと思います。やっぱり私が持っているトランザムの83年式、特にレプリカ、フルレプリカして、ナイトライダー仕様にしているこのキット、ね、ナイト2000っていうのは、なんて言いますかね、トランザムの良さも感じれる、アメ車の良さも感じれる、そして、ナイト2000、キットのね、ドラマチックな、なんかこう、感情も呼び起こしてくれると、いろんなね、意味で美味しいというか、楽しいですね。そしてね、私がね、このトランザムをナイト2000に仕様して、いただいてですね、今乗ってるじゃないですか。で、 YouTube で発信してますけども、これによってですね、全国のナイトオーナーさんとこの同じようなね、レプリカを乗ってる方とつながれ出したっていうのはものすごくね、感動な財産ですよ。本当に嬉しいと思います。連絡くださった方、皆さんのところに私会いに行こうかと思います。本当に嬉しいです。ただ今運転慣れてないんで、このナイト2000で行くのはちょっと難しいと思います。ですんで、新幹線かねベルファイアの方で行くと思いますけども、その時はまたよろしくお願いします。一緒に動画など撮れたら嬉しいです。やっぱりね、この特殊な車ですから、なかなかね、扱いも難しいし、それこそ修理とか車検とか近所の車屋さんではやってくれないことが多いと思うんですよ。でそういうのも込みで、やっぱり同じようなね、アメ車オーナーさんとか、それからトランザムオーナーさんとか、ナイト2000レプリカオーナーさんとの関係っていうのは非常に大事だなと思います。で、私の方もね、できることは精一杯させていただきますんで、その辺ね、手に手を取り合って、同じ趣味といいますかね、同じ人生を歩む仲間として迎えていただければ幸いです。本当に今までもたくさんの方のナイトオーナーさんとの喜び、感動がありました。これがね、キットの呼んでくれるご縁だと思いますよ。今ちょっと止めてますけども、嬉しい、ありがとうございます。それでは明日から海老名、東京の方に参りますね。よろしくお願いします。ちょっと手元を映すような感じでやってみましょうかね、今度は。